こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日からですね、カホンでリズムトレーニングをしようっていうコーナーを作りました。これどういうことかというと、まあカホンって非常に手軽なんですね。こんだけの楽器だし、このシンバルスタンドと、まあ僕の場合これ使ってますが、まあカバン一つに入って担いでいけるし、そんな中空洞なんでそんなに重くないんで、でまあ音量がドラムだとうるさいって言われるけど、カフェだとこのカホンだと全然いけるんで、でカホンでリズムパターンを軽く叩ければ、まあ例えばギターやってる方とかピアノやってる方とかも、非常にこの手軽にリズムを楽しんでいただけるかなと。そしたらまあギターの人何人かの中で、俺じゃあ今日カホン叩くわみたいな感じでできるように。で最初はもうとにかく8ビートの単純なところから、ちょっとずつボキャブラリーを増やしていって、いろんな組み合わせができて、最終的にスペインみたいなリズムをどんどんまたぐようなフレーズもパッパッパッとこの叩けるという形に持っていきたいなと思いますが、だからまあシリーズにしていきたいと思います。僕のカホンはですね、このパールのこのカホンになるんですが、僕はブラシ使うんでここ削ってありますが、これすごく低音が効くやつで、中にねホールが、ギターみたいにこうホールが作ってあって、だからちょっと重いのが玉に傷ですが、ちょっと大きいのと、ただすごい低音が効くんで僕大好きなんですね。このはい、で、シンバルですね、シンバルスタンドのちっちゃいやつでもいいと思うんですけど、これも僕も持ち運びを軽く、できる限り軽くしたかったんで、マイクスタンド買ってきて、でホームセンターでこうネジをつけて、スタンドを作りました。そうするとこう非常にちっちゃくて、こうね、簡単にできます。あと、これはなくてもいいんですけど、これあると僕大好きなんですけど、このタンバリンみたいなやつ足にくっつける。で右につけても左足につけても全然平気です。で僕の場合はまあハイハット代わりに使ってるので、これ踏みながらこの、リズムを取ったりとか、あと右足はこう僕は蹴るので使うんで、右足開けときたいということでこういう風にしてるんですけど、これ右につけてもらってもいいし、なしでいいので、どっかで四分音符、足で片つ、どっちかの足で四分音符を取って、他のリズムを、要はリズム感の悪い人ってこれが消えちゃうんですよ。なのでどんなフレーズが来てもこれが消えないようにするっていうのが今回の狙いなんですね。なので、これがあると途切れると分かるんで、あるといいかなと。全部詳細欄に、リンク貼っときますので、まあ、いっぺんに購入してしまって全然いいかなと思います。ケースも合わせてねやるとどこにでも持っていけて、パッパッパって練習ができるし、みんなとアンサンブルもできたりするんで面白い楽器だと思います。ではやっていきますね。まずは四分音符、メトロノームとかをこう合わせて四分音符を出して、それに対して、下方には3種類の音があります。低い音、これはねちょっと猫の手みたいにしてモフッとすると低い音が出ます。こうやってやっても音色変わるんでいろいろ使い分けるんですけど、まあ僕は低音の時はモフッとさせます。でこっちはこう平手打ちみたいな、誰はあの女みたいな感じでねやっていただければいいかなと。ダシーみたいな感じね。でここはハイハット、要はドラムのバスドラスネアハイハットっていう位置になるんですね。ハイハットスネアバスドラという位置になります。なので今ハイハットそんな使わないんで、今日はね、なのでバスドラとこれをできればいいです。で四分音符を刻みながら、これでリズム完成です。もうカホンってめちゃくちゃ簡単ですから、多少違っても、なんとなく雰囲気でいけるんで、ドラムの場合は場所変わったらもう全然違う音になっちゃうんですけど、この辺がカホンの非常に手軽なとこですね。8ビートっていうこう、ブラックミュージックは裏拍がこう、アップのビートになってて、ダウン、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップでリズムを進めていきます。で、曲の始まりはこのシンバルを叩きたいんですね。でもシンバルって、この音だけだと低音部が全くなくなっちゃうんで、だからどうするかっていうと、こう、一緒に低音部を左手で叩いてほしいです。だから。こういう風ですね。
で、これは4小節ずつ。4小節というのは1小節が1、2、3、4で1小節なので、ハイハットも入れると、さあ、シンバル入れると、1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、4、2、3、4、1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、4、2、3、4。こういう風ですね。これでもう曲ができてしまいます。で、YouTube のBGM で使えるフリーの素材があって、それ僕よくたまに BGM で使ってるんですけど、その曲をちょっと合わせてやってみたいと思いますね。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、こんな感じに曲をなんとなく叩けてしまうんですが、面白い楽器だと思うんで、こういうリズムのトレーニングが非常に向いてますし、このピアノと一緒にフデュオでもできるし、ギターと二人でデュオでもできるし、非常にいい楽器だと思うんで、これでちょっとずつトレーニングしていこうと思います。本日は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。